はい、おはようございます。6月21日金曜日の朝です。今日は夏至です。夏至の日に今日は曇ってて一日こんな天気みたいなんですけれども、ちょっと損した気分になるのは私だけでしょうか。今日もゆっくりと動いていきましょう。仰向けになってください。床に体を預けてください。呼吸で体はどう動いていますか？一番大きく動いているのはどのあたりですか？二番目に大きく動いているのはどこら辺でしょうか？頭を左右に傾けてください。楽に滑らかに転がる範囲でお願いします。動きをやめて、右を下にして横になってください。左手をそっとおでこに当ててください。優しく優しく。頭を天井に向けて転がしたり戻ったりしてください。どのくらい転がりますか？では、一旦左手を体の上に置いて、右手のひらでおでこを触ってください。そして左手で右の肘を触ります。ゆっくり優しく左手で右肘を引くようにして、頭を天井に向けて転がしたり戻ったりしてください。楽に楽に。肘をどの方向に動かしていけば楽にこの動きができるでしょうか。いろんな角度を試してください。この動きで左の肩甲骨はどの方向に向かっていくでしょう。楽に楽に、心地よく転がる範囲で何度かこの動きを繰り返してください。では動きをやめて、両手を下ろして横向きで休んでください。ゆっくり呼吸をして、力が抜けたなと感じたら、左手をおでこに乗せます。そして、優しく優しく、おでこを天井に向けて転がしたり、戻ったりしてください。最初と比べてこの動きが
滑らかにやりやすくなったでしょうか。では、動きをやめて仰向けになってください。右側と左側を比べてください。床に優しくついているのはどちら側でしょうか。呼吸をするときに大きく動くのはどこですか。では、逆を向いてください。同じような体勢をとってください。右手をそっとおでこに乗せて、ゆっくり頭を天井に向けて転がしたり、戻ったりしてください。戻ってきたら一旦右手を体の上に置いて、ゆっくり呼吸をして休んでください。左手の手のひらをおでこに当てて、右手を左肘に当ててください。そして、右手で左肘を引くようにして、頭が天井から背中側の壁の方に向かって転がしたり戻ったり。楽に楽に、ぐいぐいやらず、楽な範囲で何度かこの動きを繰り返してください。呼吸は止まっていませんか？肘はどの方向に引っ張っていけば楽に体が転がるでしょうか。肘を引いていく方向によって右の肩甲骨にはどんな動きが生まれていますか。右の肩甲骨はどこに向かっていくでしょうか。戻ってきたら右手を体の上に置いて、左手は楽な位置に置いてください。ゆっくり呼吸を2回、3回、そして体の力が抜けたなと感じたら、右手のひらをおでこに乗せて、ゆっくり頭を転がしていきます。最初に比べてこの動き、滑らかに動ける範囲が増えたでしょうか。では動きをやめて仰向けになってください。床に体を預けてください。今日最初に仰向けになった時と比べてください。体全体がしっとりと床についているでしょうか。頭を左右に傾けてください。この頭を傾ける動きが背骨を通じて体のどのあたりまで
影響していますか？動きをやめてゆっくり起き上がってください。はい、いかがでしたでしょうか？頭を転がす動きはこの首の動きではないということが分かっていただけたでしょうか？背中、胸、お腹が動くことによって首が動いていきます。そうするとこの首の緊張や肩の緊張が取れていくのではないでしょうか？ぜひやってみてください。では今日はどんよりしていますけれども、気持ちは晴れ晴れいきましょう。ではいってらっしゃい。